グランドファーザーさん近くのブルーリッジパークウェイブルーリッジパークウェイにわたって走り、シェナンド国立公園とグレートスモーキー山脈国立公園を結んでいる。それは主にアパラチア山脈の一部である主要な山脈であるブルーリッジ山脈の背骨に沿って走っている。その南端はグレートスモーキー山脈国立公園と ノースカロライナ州のチェロキーインディアンの東部部族のクアラ教会との境会にある米国国道441号線にあり、そこから北に向かってバージニア州のシェナンド国立公園に向かう。道路はシェナンドを通りスカイラインドライブとして続く。このスカイラインドライブは別の国立公園局によって管理されている同様の風光明媚な道路である。 ブルーリッジパークウェイは4年間を除いて1946年以来毎年国立公園システムで最も訪問者が多い道路である。道路の両側の土地は国立公園局によって所有及び維持されており、多くの場所で公園道路の土地は米国森林局の所有物に隣接している。パークウェイの使用は無料である。ただし、ノースカロライナ州 アッシュビル近くのパークサービス本部の承認なしに商用車を使用することは禁止されている。冬は車道が整備されておらず、特に標高の高い部分やトンネルを通過する区間は通行できないことが多いため、晩秋から初春にかけて通行止めになる。山の天候は非常に変動しやすいため、条件や閉鎖は急速に変化することがよくある。 制限速度が45マイルパーアワーを超えることはない。ブルーリッジパークウェイ1930年代に市民保全部隊によって建設された。春の新緑、夏の濃い緑、特に秋の紅葉と観光客に人気がある。冬は氷と雪によって閉鎖される。ありがとうございます。